なんだありゃ。どういうつもりなの？あんたの渡してきた問題文と全然違ったんだけど。あれじゃ私は堀北に負ける。あんたは私を裏切った。まだ気づいていないのか。お前は鈴音を出し抜いたつもりで逆にはめられたんだよ。はあ？単純な話だ。櫛田は堀北よりも先に問題文を提出したつもりでいただろうが、堀北は先手を打っていたんだ。どういうこと？ペーパーシャッフルの内容が発表されたあの日すぐのことだ。堀北は茶柱先生に2つのことを約束させた。1つ、自分がクラス代表として提出する問題文のみを受理すること。2つ、もし他の誰かが問題文を提出した場合、受け取ったふりだけしてその指示は一切聞かないこと。つまり堀北さんは櫛田さんの作戦を読んでたってこと？ああ。じゃあ結局あの作戦はいらなかったんだ。あんな切れたふりまでしてカンニングペーパー仕込んだのに。カンニングは即退学、保険をかけてたってわけでしょ。けど堀北は一人で何とかしてみせた。俺の力を借りることなくな。あのクソ女！こっちが見返りを受けてないんじゃ、正しい問題文をお前に見せる道理もね。あと一歩だったのに！いや、どの道お前は詰んでいた。ちょっと何すんの！勘違いすんな。これだよ。やっぱりな、カンニングの紙だ。何それ、なんで私の服にそんなのが。 D クラスの誰かがお前をはめ殺す用意をしてたってことだ。ちょっと、ここに書かれている回答って。待ってよ、おかしいじゃない。これあんたがくれた問題じゃない。私とあんたしか持っていないはずのこれをなんで黒幕は知ってたわけ。やっと気づいたか。あんたが提供したのね、私を裏切って。笑わせんなよ、桔梗。俺たちは利用し合うだけの関係だ。お前も分かってたはずだろう。